カーブルダルラマントラムカーブルダルラマントラムはかつてアフガニスタン王国のカーブルにあった基間7 6 2ト、mm、ルの狂気鉄道である。東鉄道はアマーヌダー市長国王によって1923年に建設された延長8トルの鉄道である。カーブルからダルラマンの新都市の場所まで鉄道が約6マイルの距離のために付設されており、 また、それらのための鉄道車両の一部がカーブルの作業場で製造されているとアフガニスタンからの旅行者は述べている。と、ザ・ロコモーティブ氏の1922年12月号では言及している。現在、アフガニスタン唯一の鉄道はカーブルとダルラムアンの間で延長5マイルである。と、ザ・ロコモーティブ氏の1928年8月号では言及している。 3両の小型蒸気機関車は、ドイツ国カッセルの車両メーカーであるヘンシェルから入手している。トラムは廃止され、1940年代には解体、撤去されたが、ダルラマンのカーブル博物館に、機関車がまだ存在している。小型のヘンシェル車輪配置0から4から 0T 蒸気、機関車が3両在籍していたが、そのうちの2両が、カーブル博物館で生き残っている。 ありがとうございます。